どうも松田修造のクレシテマスなんですけど、今日でね、3万回越しましてね、なわけないですけどね、3万回越すわけないけど、だいたい500回ぐらいかな、毎日毎日やりましてね、ようやく500回以上は今行ってるはずなんですけどね、なんで困難してんのとよく言われるんですけど、なんで困難してるか自分でも分かりませんね、これほんまに。理由はなんでとか、なんでやろうっていうのがね、答えなんですけど、分かりません、毎日してるので。今日はですね、パソコン専用メガネっていうのがあるんですね。ちょっと記事で見たんですけど、これ見えますよ、これ。はいはい。パソコンのその青い光というか、そのブルーライトを正直言うと、やっぱこう、目に良くないということで、まあ、それをもうこれ早速買おうかと思いましたけどね、ブルーライトを最大 50% で落とすというね、JINS っていう、JINS っていうところはね、してるそうなんですけどね。パソコン専用のメガネっていうのがありますよという今日の話でした。毎日やります。せいで土日は最近休んでます。祝日も休んでますよ。盆正月も休みました。1年目はね、まあ毎日365日やったんですけどね、大変でした。まあまあ、平日を続けたいと思います。松田修造でございました。ありがとうございます。